はいどうもこんにちは、シンセサイザープレイヤーの金子拓司です。こんにちはと言いましたけどね、日本では今深夜12時過ぎですね、12時半ですね。もう日本人は全ての人がお休みになってます。今日日曜日で明日月曜日ですからね、お仕事ですので、全ての多分人々は睡眠中だと思いますので、僕のね周りの人たちも寝ていると思いますので、静かにおとなしく演奏したいと思いますのでよろしくお願いします。海外の方はもし、ご覧になっているとしたら昼間とかですかね、お昼ちょうど日曜日のお昼ですから、家族で、ランチとか食べていらっしゃるんじゃないでしょうか。いいですね。はい、まあそんな時間に、やっております。よろしくお願いします。曲は、最初に演奏いたしましたのが、忘れかけた夕日か。忘れかけた夕日はですね、これはまあ秋ですね、秋の曲で、コスモスですとか筋雲とかね、鱗雲っていうか筋雲とかそういうイメージですね。夕日を見ながら作った、僕の癖ですけどね、いつもそうやってなんか陶酔しながら作っているというね、夕日を見ながら曲を作る男です。ロマンチストなんですよね。で次にお送りしたのがアデンズデスティニー。これもロマンですね。妖精が、山で妖精に出会うというロマンというかね、ファンタジーですね。そんな曲です。そしてルネッサンスゼロ。ルネッサンスゼロ、これは本当にイタリアですね。イタリアの、ルネッサンス期の、躍動感とかそういったようなものを、表現している曲です。最後にお送りした、スペースパイロット、これはね、レーザーショーの曲でね、本当に若かりし頃の僕の、エネルギーの詰まった宇宙に行きたいという、宇宙旅行をしたいという、そういう何でしょうかね、こんなもんは夢ですよね。まあそういうような感じで作った曲ですね。元気な曲でしたね。ちょっとその元気に追いついていけない私が、最近の私がおりますけど。はい、それでは続いてお送りいたします。よろしくお願いします。たまには自分に問いかけてみよう。なぜ自分はこの世に生まれてきたのだろう。なぜ今ここにいるのだろうと。考えれば考えるほど虚しくなる。だってそれがこの問いの答えなのだから。
Thank you.
はい、ありがとうございます。続けてお聞きいただきました。皆さん寝ていますか？起きていますか？もしご覧になっている方が見えたら、何かね、金子頑張ってるかとかそういうメッセージをいただけたらいいんですけども、いただいたことは一回もありません。誰か第一号で、何か書いてくれると嬉しいんですけどもね。まあ夜中によくやってるのは多いとみたいなやつですね、うん、早く寝ろとかでですね、はい、ありがとうございます。現在は見ていらっしゃる方はゼロですね。リアクションが1ですね。はい、ありがとうございます。なんか再生時間が3分とかですね。もうすでに1時間もやってないかな。あ、1時間ぐらいやってるんですけどね、3分しか見ていただいていないという大変寂しい深夜ライブです。これからもよろしくお願いいたします。それでは、先ほど弾いた曲なんですけれどもね、マザーズアイズか。マザーズアイズ、これは母親の曲なんですけれどもね、実はね、僕の母親来年2月なんですけどもね、13回忌を迎えると、言ってもいいですよね。13回忌、13年前にお袋が、他界いたしましたね。その気持ちを込めてね、いろいろと考えて作った曲なんですけどね、マザーズアイズで、母の目というのは、思い出せば出すほど本当悲しくなるというね、あまりこういう話すると暗くなっちゃいますけどね、最後の瞬間とかね、目を見てると本当に悲しくなる、寂しくなる。だけども本当に優しかった母親のことをね、優しく厳しく育てていただいた、僕を育ててくれた母親のことを思って作った曲ですね。マザーズアイズ、ね、皆さんはどうですかね。次の瞬きは、これは、本当にもう大陸ですね。アジア大陸、悠久の時を刻むアジア大陸に思いを馳せて作った、本当にこれは雄大な曲ですね。だいぶ完成できてきましたね、これはね。最後に弾いたのは憂いなき鳥のごとく、これは鳥のように生きていきたいという、自由に生きていきたい、理想ですけどもね、そういうような、思いを込めて作った曲です。これは天界一音に入っています。はい、それではね、曲紹介を後からやっているので、ちょっとね、先にやってみようかな。 Into the Light、 次 Into the Light で、いろいろとあって、次が加減序曲発射これ後からやっぱ言いますごめんなさい。
いいです、誰も見ていないんで自由にやらせていただきます。はい、よろしくお願いします。
Into the Light でしたね。巨大な時間のストリームの中で渦巻いている私たちの命はどこに行き着くのだろう。果てしない時の終着点の海なのだろうか。今という瞬間の連続がやがて大きな波となって時の海へと流れてゆくのだろうか。
はい、ありがとうございます。また続けてお聞きいただきました。ちょっとね、一生懸命演奏しているとですね、本当に、我を忘れて弾いてしまうわけですけどね。ちょっと曲を何を弾いたんですかね。皆さん、ご覧になってますか。さっき見たら5分見たと。誰かいらっしゃるんですかね。まあありがとうございます。加減序曲ですね。これは天下一音に入ってる曲ですね。ダラダラっていう曲ですね。もう忘れてしまったんじゃないでしょうか。こういうような曲ですね。本当これは日本ですね。日本を追求して、尺八とか、琴ですとか太鼓ですとか、和楽器をいかにシンセで表現するかというようなことを追求した作品です。覇者、次の覇者も日本ですね。これは織田信長の進軍をイメージして、勇ましい雰囲気を、出そうと頑張った曲ですね。覇者、これはね、トラディショナルっていう配信アルバムに入っておりますので、探してみてください。今弾いたやかましい曲ですね。ドンとこドンとこっていう、言動ですね。言動はこれは幻のわらべ、わらべ歌を、激しくしたらどうかと、そんな、大層なことを考えてというか、そういうイメージで作ったんですけどね。わらべ歌っていうと本当にのどかな感じがしますけどね。この曲は本当に激しいですね。ライブ用に作ったと言っても過言ではない、そういう曲ですね。自分がノリノリになれると、そういう曲です。言動でしたね。これはちなみにロングバージョンです。本当は5分ぐらいなんですけどね、8分間、いろいろと熱くプレイをするという、僕もこれは本当にあんまりやりたくないんですけどね、ついついやってしまうんですね。はい、ありがとうございます。続いてお聞きください。みんなが平和で笑顔に満ちている、そんな世界を想像する。争いや憎しみのない世界が果たしてこの世にあるのだろうか。いや、それは僕たちが作り出すべきものなのではないだろうか。できるのかどうか、それはわからないが。
はい、ありがとうございます。リアクションありがとうございます。ご覧になっていただいている方、本当にありがとうございます。ちょっと見てすぐやめてしまった方もありがとうございます。また見てください。長いんでね、全部見る必要はないというか、見てほしいんですけど、そのまあ本、それは本音ですけどね、好みがありますからね。シンセサイザー、どんなもんや、何やつね。それをまあ正体を暴くみたいなね、どんなのか見てみたい、そういうのでも結構ですしね。好奇心というかね、それでまた好きになってくれればそれでいいわけですからね。来てもらえない、また二度と来てもらえない場合もありますけどね。まあそういう方もいると思います。人それぞれね、好みはそれぞれですからね。ありがとうございます。あんまり曲紹介ばかりやっててもね、ちょっとあれですね、機械的というか事務的になってしまうんですけどね。何曲かお送りしましたが、ブレイブワールド、ブレイブワールドは、これは、勇気を出していこうという、世界、この混沌たるこの世界をですね、生きている僕ら、なんとかしたいですね。本当に頑張ってはいるんだけど、なんかちょっとその成果が見えないとか、空回りしているとか、そういうことあるんじゃないですか。僕もそういうのは結構ありますね。でもそれをまあ乗り越えて、あんまり結果を気にしすぎるとドツボにはまるんじゃないですか。その過程を楽しむとか、なんて言ったらいいかな、自分のその信念に嘘をつかないっていうか、まあちょっと小難しいこと言ってまた嫌われてしまいますけどね、こういうなんていうかな、やりたいことを やるということですね。曲げずに、信念を曲げずにやっていくということは本当、この時代難しいことですけれども、まあ、やった方がやるべきではないかということですね。そういう勇気を持って生きようよっていう思いを込めて作っている曲ですね。ブレイブワールドね、なかなかそういう信念というのは難しいですね。どこかで何か挫折をするわけですよ、みんな。挫折をしてそのままの状態でいると本当に、それは悲しいですね。挫折をしてそれからまた持ち直すというのが、面白いというか、いいことなんじゃないですかね。素晴らしいことなんですね。はい。で続いて明日への前奏曲、これもそういう気持ちで作った曲ですね。明日へ向かっていこうよっていうね、前奏曲ですから、まああれですね、明日のための前奏曲ですから、まあ今のぐらいの時間に深夜に演奏するような曲ですね。新しい朝を迎えに行こうというそういう感じですね。朝はもう絶対やってきますからね。やってこなかった時はなかった。僕63年生きてますけども、朝が来なかった時はなかったですからね。絶対に来ますからね。まあそれを考えると、希望が持てますよね。どうですか？その、挫折をしてもまた何かあるぞと。次があるぞ、ね、そういうことを考えて
生きていくのが大事なんじゃないですかね。もう説教になっちゃいましたね、また。それでは、もうあと2曲ぐらいあるんですかね。3曲か。頑張って演奏しますので、聴いてください。見てくださっている方ありがとうございます。もし見えるんでしたら何か、金子何やってるんだとかそういうメッセージとかいただけると面白いですかね。コミュニケーションね、欲しいですよね。はい、thank you.
明日の朝には何か変わっているのかもしれない、変わっていないのかもしれない。いずれにせよ新しい何かを目指していくしかないのだ。自分がやらなければ何も変わらない。 Never stop。
ありがとうございました。以上でね、今日の、プログラムは終了です。ありがとうございました。はい。ご覧になっていただいた方、ありがとうございました。はい。メッセージはありませんね。メッセージが欲しいですね。なんといってもライブですからね。配信ライブというくらいで、この直にコミュニケーションできるという機会なんですけどね、金子とちょっと何かコミュニケーションしてみたい、そういう人はいないですかね、世の中には。ね、はい。でも、ありがとうございます。ご覧になっている方、本当にありがとうございます。また次回も必ず見てください、聞いてください。毎回ね、違うんですよ、内容が。もちろんそうなんですけど、バックの映像とかね、それからアレンジももうどんどん変えてますしね、新しい曲を増やしつつ、今までの曲もね、ブラッシュアップしていい曲にしていこうという、そういう気持ちでおりますのでね、よろしくお願いします。また次回もよろしくお願いします。今度はね、26日ですね。次回は26日です。大晦日もやります。カウントダウン。去年もやったんですけどね、一人だけ見てみました。一人だけ見ていて、なんかメッセージくれたんですよね。昔の、あれですね、知り合いですけども、僕がカウントダウンをしていて、一人だけおめでとうって言ってきた人がいたんですけどね、1対1のカウントダウンでしたけど、今年はどうなるんでしょうね。またやりますので、とりあえずは26日でしたっけね、26日、日曜日7時からですね。今日はね、実はね、昼間ずっと仕事をやってまして、ビデオカメラマンなんですけどね、最近いろいろやってるんで、ビデオカメラマン、朝8時から夜の8時半ぐらいまで、8時ぐらいまでか、12時間ずっとこうやって、ビデオカメラをやっておりました。ね、でそれでちょっと疲れて調子が出なかった部分もありますが、それは勘弁してください。ごめんなさい。ね、ということで、いろいろ生きるためには大変ですね。僕もなんていうかな、そういう生活をしつつ音楽を作っていくということがね、みんなそうだと思うんですけども、好きなことをやるということは大変なことですね。僕を見てそういう感じてもらえればいいと思いますけどね。金子は本当にこうやって好き勝手弾いてるけども、裏ではいろいろとやっている、苦労しているというね、苦労を語ってはいけませんけれどもっていうことですね。表面的にはなんていうか、キーボード弾いてこいつなんか浮ついてるみたいな
思うかもしれませんけれども、実際は、ちょっと大変ですね、はい、まあちょっと暗くなってしまうといけないので、もう2時18分ですね。ご覧になった方本当にありがとうございました、また次回もよろしくお願いします。それでは。